出てる、出てる、大丈夫ですね。突然聞こえた。ここにね。ここにね。ここにね。ほら、ショット。はい、これで大丈夫ですか。 大丈夫ですね。えー、じゃあ仕切り直しで、えー、ゼミ生の皆さんこんばんは岡田俊雄ゼミです。今日は7月10日ですね。吉祥寺のおたキングスタジオから生配信でお届けしています。えー、一番最初にですね、まああの皆さんの事前のコメントでも多かったんですけどもですね、えー、安倍前首相のですね暗殺についてちょっとだけ話します。えー、あのー、僕はですね今日は話すつもりがまずないということ、<laughs> 話すつもりがないということを話すんですけどもですねなんでかっていうと。 えー、自殺報道ってあるじゃないですか。で自殺はするなとかあとなんで自殺したんだろうとかですねそういうです、ね、善意のです、ね、報道とかです、ね、そういう解説っていうのは実は自殺を増やすというふうによく言われてますね。で こういういのです、ね、なんか心理的にはすごい抵抗があるとなんでそれがいけないんだろうと思うんですけどもあの自殺報道すればするほど自殺が実は後追い自殺みたいなのが増えちゃうっていうでそういう報道を控えるようにするとですね自殺後追いは減るっていうのは割とこの効力というのは知られてるとで自殺報道というのは次の自殺をまあ増やしてしまうから控えようやめようということですね。で、同じく今回のの暗殺事件といいううかテロ報道っていうのの あの報道自体とか解説は僕はあのー、多分、報道の関係の人とか知識人の人たちの期待しているです、ね、暗殺を減らしたりテロを減らしたりするような効果はないと僕は思うんですね。 僕はあの、今回のひろゆきのですね「無敵の一説」っていうのかなつまり、えー、今の日本には年間2万人ぐらいの自殺者がいてでその人たちはこれまで社会に圧迫されてで苦しかったら自分を殺すことを選ぶんだけども、えー、最近はそうではなくて人を道連れにすることをえあの選び出したとで。それが毎年1人か2人だったのがもう今年に数人のレベルで出てるっていう これ、僕はあのその通りだと思うんでですね。でこれと同じくです、ね、今回の事件というのは自殺の裏返しとしての暗殺だと僕は思っているからですね。これ僕はですね、はいはいはい。なので言論を守るためとかです、ね、いろんな理由をつけてです、ね、報道ラッシュというのは逆効果だと僕は思います。 今、日本人の知識人がです、ね、あのいかにテロが許されないかというかそういうようなことを、まあ、語っちゃってるわけなんですけどもこれはあの、僕もみんなも自制した方がいいと思います、えー、みんなもです、ね、気になるニュースとかで気になるからニュースとか情報を見ちゃうんだろうけどもあのやめようとは言いません半分にしましょう、半分ですね。で、発言もです、ね、1週間控えましょう。 1> 1週間ででいいです。だからあの僕今日は語りませんあのまあそれがですね今僕らができることだと思いますなので、えー、今から切り替えます通常運行に入ります、えー、ゼミテレビの皆さんこんばんは岡田俊夫ゼミです今日は7月10日を吉祥寺モタキングスタジオからですね生配信でお届けしますえー、今日のですね 今週の配信予定はですね明日7月11日がです、ね、お便りですねで13日がです、ね、ストレンジャーシングスのシーズン4これ今日語るやつをですね水曜日に切り抜きしますで16日がです、ね、アップグレードで,です、ね「ハンター×ハンター」についてですねキメラアント編語ったやつを配信しますで、えー、土曜日がですね 土土曜曜日日。ね、2回やるんですよ。今度の土曜日、えーとね、夕方の三、ね、時です、ね、お昼の3時からです、ね、ジョーズのです、ね、アップグレードやって十九時にはです、ね、夜7時には「バック・トゥ・ザ・フューチャー3のです、ね」のアップグレードをやります。 で7月17日にですね今度はですね人生相談というふうなまあこんな感じで,ですね、えー、今週やろうと思ってます割とあの「ハンター×ハンター」とかですねあと「ジョーズ」っていうですねなぜかフジテレビ系がですねあの土曜日のお昼にこんなのやってくれるから助かるなと思うんですけどもです。で今日の講義の内容です。えー、無料で「はです、ね、ジュラシック・ワールドのです、ね、1と2やります。であの、ストレンジャーシングス」のシーズン4もね無料でやろうと思ったんですけども。 今日ねほんとにね長いです無料がまず。なのでまあこれやってストレンジャーシングで限定の方でストレンジャーシングスで,でガンダム講座もですねソロモン攻略戦ですね今日で後半終わるかと思ったんですけどもなんかねだから、あのー、ソロモン攻略って「機動戦士ガンダム」の35話かな23分尺なんですよ。 でそれをまあ 11, 分半11分半に分けて、えー、前後編でやろうと思ったんですけど、この前編 CM だけ前だけでの11分半で2回かかっちゃったんですよね。で今回もですね、あの後半の11分のうちの3分ぐらいしかできないと思います。えプレミアムの方では、ですね、えー、最近見た映画についてちょっと語ろうと思います。あの本当は2040年の世界の講義のです、ね、第4回やろうとしてたんですけども。 なんかちょっと無理ですね。<laughs> ちょっと今日盛りだくさんすぎてしんどいのですみません、えー。ということです、ね、では始めます。よろしくお願いします、えー。もうみんなトイレとかお茶とか大丈夫かな。今日長いから、本当に付き合ってくださいね。じゃあいきましょう、えー。ジュラシックワールドですね。あの1位についてですね、今日はちょっと語ろうと思います。あのー、これ、ね、ジュラシック・ワールドって、 ジュラシック・パークシ三部作と,何が違うのかとジュラシック・ワールド3部作に今度なるんですけども何が違うのかというとジュラシック・パークって一応はですねところがジュラシック・ワールドっていうのは怪獣映画なんですよ。えっ、ー、とねこれあのジュラシック・ワールドにです、ね、登場する、えー、インドミナス・レックスっていうですね まあ、恐竜ということになっているんですけどもあのこんな恐竜存在しないんですねあの遺伝子操作で作られたっていうふうな設定になってるんですけど遺伝子操作で作られたらそれはもう怪獣ですよ。<laughs> あの恐竜じゃないんですこんな恐竜いないからで、えー、ど何かというとですねまずあの体の表面の模様をです、ね、変化させて風景に溶け込むことができるとでそれはですね、えー、体の成長を促進するためにこのインドミナスレ セックスというのを作る時に作るというか想像っていうかまあまあまあその,あの遺伝子操作の会社がですね作る時にですねイカっていうのは水中でもうとにかく寿命の限り大きくなるからあの成長促進のためにイカを入れたとそうするとイカがですねあの体の表面の模様を変えたりする機能をです、ね、取り入れてしまったのでまるでカメレオンのようにですね風景の中に溶け込むことができると。 まあ、あの小説版のです、ね「ジュラシック・パークのです、ね」の第2部「ですね。ロスト・ワールド」っていうのがあるんですけどもそれにあのカルタノサウルスっていうのが出てくるんですけどそれとまあ一緒の設定だと思います。で おまけにですね、アマガエルの DNA を入れたもんだからです、ね、あの赤外線を放射しないつまりステルス能力からですね赤外線センサーに対してですねでもここまでいっちゃったらもう怪獣なんですけども実はその恐竜じゃなくて怪獣だっていうのはあの原作に近いんですよ。原作のあの なんだろうな、えーっと「ジュラシック・パーク」という小説自体「ジュラシック・ワールド」の原作小説ないです。えー、原作のです、ね、ジュラシック・クパークというです、ね、あの小説の方はですね、えー、実は恐竜を復元したように見えてそんなことはできなかったと。えー このジュラシックパークにいるのはグロテスクな怪物であり遺伝子操作で生まれた人工生物なのだっていうのが全体のテーマになってるんですね。だから科学の暴走っていうのがテーマになってるんですけどもですね、あのだからようやっとジュラシックワールドになってそこら辺の原作のですね怪獣っていうのが出てきてるわけですね。あとジュラシックワールドの今流れてるですね3の予告編でもですねあのジュラシックパークのマイケルクライントン原作小説の引用があるんですけども。 ブルーっていうですね、えー、ベロキラプトル言いますよね。あのまあまあ今回の主役っぽいやつですね。えー とそのブルーというのに子供ができるとそうするとまあ女の子が「インポッシブル」とか「そんなバカな不可能な」というふうに言うんですけどもなんでそのブルーに子供ができるってことがそんなに不可能かっていうとあのジュラシック・パークにしてもジュラシック・ワールドにしてもですねあそこに出てくる恐竜たち怪物っていうのは全部メスなんですね。えー、繁殖ししなないいいよよううにです、ね、に、に、ままず卵のの段段階階でで線を照射されれていて、その他にです、ね、あの遺伝子段階でです、ね、メスしか生まれないように その設計されてるんですね。だからあのまあ、繁殖しないというふうにデザインされてるので安全ですということだったんですけども、まあ、ところがです、ね、原作のです、ね「ジュラシック・パーク」ではです、ね、あの恐竜たちというのは実は極秘で繁殖していたと、まあ、あのアマガエルの遺伝子を入れたためにメスだけで,です、ね、生殖できるようになっていると。 あのジュラシック・クパークの下巻です、ね、上巻・下巻2巻の小説なんですけど下巻から引用すると、えー、グラントは性別を変える能力を持った動植物がたくさんいることを説明した卵、一部の魚やエビそれにカエル卵を抱いていたカエルが何ヶ月かけて完全なオスに性転換する,する例はこれまでに何度も観察されていった。 まず、えー、オス同士の、えー、オス特有の闘争本能を身につけ次にオスの求愛の鳴き声を自分のものにしホルモンを分泌してオスの生殖腺を発達させ最後にメスと交尾する一体の同族がすべて同性つまり全部メスの場合それが刺激となって性転換が起こるらしいそういう状況下では一部の両生類は自発的にメスからオスへと性転化する、まあ、こういうですね、まあ、これはあの実際の科学的な事実なんですけどというのがあるので。 でジュラシック・パークの恐竜っていうのはあのジュラ紀というか、まあ、白亜紀ですねにですね恐竜の血を吸った蚊が琥珀の中に閉じ込められてでその、えー、琥珀の中に封じ込められている昆虫ですねあの吸血昆虫の血を抜くことによって恐竜の DNA っていうのが、まあ、ジュラシック・パークの中で説明されている恐竜復元の方法なんですけどところがそうやって集められた恐竜の DNA というのはどうやっても 不完全であるからその似ている動物というか多分これに近いんじゃないかなという動物の DNA をですねこうなんだろうななので、えー、こういう事件が起こってしまったとメスしか作ってないはずなのに。 そのアマガエルや、えー、っと両生類のです、ね、特徴を取り入れてしまってメスばかりをあの集めてしまったらそこから性転換が起こってしまったという設定になってるんですけどもまあこういうですねその、えー、割とね僕今回の「ジュラシック・ワールド」って思い切って原作のアイデアをかなり復元してるなっていう場所が あのこの恐竜の DNA にしてもです、ね、メスしかいないジュラシック・パークワールドの恐竜が子供を産むというのに対しても割とねそこがあのポイントだと思うんですね。であとですねそのジュラシック・パークとワールドのドラマ作りには差がありますよね。あのジュラシシック・クパークのシリーズのです、ね、あののリズ失敗、なんで人間が思ってた通り、うまとい,い,いうのはあのジュラシック・パークではそのハモンドっていうですね えー、人の合理性ゆえなんですね。ジュラシック・パークっていうのを合理的に運用しようとしてするとで、どうやってたら儲けることができるのかというとテーマパークで一番お金かかるっていうのはスタッフの人数だとサービスを上げようとすればするほどお金がどん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 かかってしまうので原作の「ジュラシック・パーク」を見てみるとですねえー、っとねなんかね20人ぐらいで。 最低限つまりサービス的な人間にサービスするような人間別としてパーク全体の技術的な運営は20人ぐらいできるようにしてるというふうに書いてあるんですね。なのでこれが原因であのいろんなところに自動装置とか監視とかを全部人間ではなくて機械でコンピューターでやっちゃったので、えー、トラブルが起きたというのが設定になってます。でそれに対してです、ね、そのジュラシック・ワールドっていうのは、 あの映画の中での説明ではそのなんで失敗したのかっていうとそれによって管理ができなくなったと。このインドミナサウルスみたいにですねとにかくジュラシック・ワールドっていうのをオープンしたらオープンして何回か客が来たらもう途端に飽き出しちゃうと。で次々に新しい強い前より強い前よりすごい恐竜というのを出さなきゃいけないと。まあ、つまりあの、新製品とかアプリの開発競争が、 会社を倒産させるとかですね。あとはその20世紀中盤のですね。アメリカのですね。ハリウッドの映画のまあ、あの制作品の高騰があの映画会社を倒産させたっていうのとですね。もう本当に同じイメージなんですね。ビジネス的な要因でジュラシックワールドっていうのは実は失敗してるんですよ。で。あのあとね、えっ、ー、とね。なんかジュラシックワールドになってから面白くなった部分で何かって言うと。 あのジュラシック・パークシシリーーズではでは、ね、どんんなななにすすごいい遊園地ののかかかうのがよく分からなかったんですね。ジュラシック・パークパオープンする前にもうトラブルが起きてダメになっちゃったから結局それが夢の遊園地でどんな遊園地なのかっていうのがよく分かんないままでですね、えー、終わっちゃったんですけどこれがですね「ジュラシック・ワールド」ではちゃんと遊園地がオープンするところを見せてるんですね。で夢のパークが夢であるはずのすごいテーマパークが暴走しちゃったらどうなるのかっていうと。 これあのジュラシックパークの原作者であるマイケルクライントンがですね、割と初期に書いたウエストワールドですね、あのドラマ化もされました。これとですね、まあ同じ世界なんですよ、ね。まあこういうですね、あの初期のジュラシックパークとかですね、あの原作のマイケルクライントンに対するリスペクトがあるなというふうに思います。えー、っともう一つあるなと思ったのがですね、あのティーレックスへのリスペクトというのは変なんですけども、よいしょ、トトトト。 これはあのジュラシック・パークの,です、ね、あの第1作のラストシーン近くなんですけどもティラノサウルスの首にヴェルキラプトルが噛みついてるシーンですねでこれと同じ首の傷がですねジュラシック・ワールドシリーズのティラノサウルスの首の傷にもずっとついてるんですよ。でジュラシ 『ジュラシック・ワールド2』を見てもやっぱりそこに出てくるティラノサウルスはここに首に傷がついてるんでですねずっとあの『ジュラシック・パーク』のラストであの最後吠えていたティラノサウルスがずっと出演してるんだっていうですねちょっと意外なです、ね、リスペクトもあってですねこう面白いなというう思いましたえー、っと『ジュラシック・ワールド』自体のですねあの企画の経緯が僕は結構好きなんですけどもあの公開2015年なんだけども実は企画スタート2002年なんですね13年。 かけてなんかあの映画化された <laughs> 映画なんですけども、えー、スティーブン・スピルバーグはですねもともと自分がプロデューサーになってですねパークスジュラシック・パーク3のジョ,、あのー、ジョー・ジョーンストンという監督にですねジュラシック・パーク4ですねジュラシック・パーク4を作ろうとしたんです第4部をですね作ろうとしたんですねでそれに対してジョー・ジョンストンが出したアイデアっていうのが結構むちゃくちゃでですねあの軍が アメリカ軍がです、ねえー、恐竜と人間の遺伝子を掛け合わせていたです、ね、兵隊を作るというです,、ね、すごいとんでもな内容だったんですで。結局これは後にキャンセルになったんですけどもで11年間です、ね、あの企画使用付けになりました。で2013年にようやっとユニバーサル・ピクチャーズが「ジュラシック・パーク4」を作ると発表して「ジュラシック・パーク4」は 3D カメラで撮影されるだろうというふうなことを言ってですねで えー、コリントレボコリン・トレボローという監督がですね監督,、あのーまあ、監督をやることに決まったんですけどもですね、えー、まあもうこの「フォー」のプロット一回捨てて、えー「ジュラシック・ワールド」って新しいシリーズを展開するってことになったんですね。で大ヒットしたおかげでですねそのさっきのコリン・トレボローっていう監督なんですけども、あのー、割とですね、えー 対策映画予算映画に恵まれたんですけど「スター・スターあのスターウォーズスカイ・ウォーカーの夜明けのです、ね」の監督にも選ばれてたんですけどもところが2017年になってですねルーカス・フィルムはこのトレボロ監督をクビにしちゃうんですねどうもなんかルーカス・フィルムが思ってる「スター・ウォーズ」と違うということでですね「えー、スカイ・ウォーカーの夜明け」からクビになっちゃってですねで、えー、そっからですねな,なんだろうなちょっとね あの不憫な時代というか、仕事ない状態がしばらく続いたんですけどもまあ2018年ですね4年前のですね3月コリン・トレボローはですねもう一回「ジュラシック・ワールド3」の監督に復帰しますあのスティーブン・スピルバーグが直々に「やっぱお前しかないよ」というふうに言ったんですね。あのあ な,な,なんだろうね。ちょっとね「ジュラシック・ワールド2」の出来がスティーブン・スピルバーグ的にはあんまり納得がいってなかったみたいですねコリント・ロイボローがですねええー、とねまあやっぱりね当たったからですね「ジュラシック・ワールドの1話」は制作費200億円かかったんですけども200億円すごいですよね「タイタニック」の時でですね あの映画制作費100億円ついに超えたとか言ってたんですけどいつの間にかですね200億円超えるような映画になっちゃったんですけども、えー、全世界興行収入はですね2100億円なんですよあの投資金額の10倍の興行成,成績を上げたのです、ね、もう本当にこれは大ヒットと言っていいでしょうね。えー、以上です、ね、ジュラシック・ワールドに関ししてのお話ででた。では、次。 えー、ジュラシックワールド2についてですね、お話したいと思います。お話したいと思いますでも変ですね。<laughs> あのね、ジュラシックワールドシリーズっていうのはおそらくそのスターウォーズが三部作で成功させたので、まあその当時は成功させたというふうに言われたんで、みんなねこの映画を作る時にヒットしたらパート2を作るんではなくて、3を見込んだパート3まで見込んだやつをですね作ろうとしていた時代が。 あったんですねで。今はもうマーベルの成功でもっとあのシリーズものを長くしようということになってたんですけども2010年代の映画界ではですね何か大ヒットしたらパート3までって3部作制度っていうのをやろうとしてたんですよ。で「あのジュラシック・ワールド」ですね「スター・ウォーズ」の三部作を踏襲しようとしたので例えば「スター・ウォーズ」が新たなる希望から帝国の逆襲になったようにですね。あので あのジュラシック・ワールドはですねえーっとうん、どういうふうに言えばいいのかなああなんかちょっと混乱しちゃったジュラシック・パークの話に戻ろうとしちゃうからちょっとこれやめましょうえー、今回のですね恐竜はこれ一緒おっと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 ,っとなんかねちょっと小さいフィギュアしか僕手に入らなかったんですけどもインドミナス、えー、と違うなインドラプトルだ。 これがです、ね、ジュラシック・ワールド2のです、ねえー、メイン恐竜ですね。でこれってねあのベルキラプトルを遺伝子操作で作った、えー、遺伝子操作で改造した恐竜なんですよ。で何が違うのかっていうと前足がねすごいでかいんですよね。でジュラシックシリーズのというかまあ本物の恐竜って。 あの特にティラノサウルス系とかですねあとベルキラプトルにしても何してもみんなねそれはなんかあの、まあ、後々に鳥に進化するためなので前足ってあ,のあまり役に立たないので、えーまあ、ちっちゃいナイフみたいなのがついてるとかそういう機能はあるんですけど基本的にはねつかみかかったりするような感じではないんですよ。僕らが考えている 怪獣映画に出てくる怪獣って前足なんかがちゃんとあって腕としてあって腕ででで他の怪獣をですね掴んだりり投げたりすするることってできるじゃないですか。それっていうのが本当の恐竜はできないとでこれドラマ作りでは大変やりにくいジュラシック・パークシリーズでもジュラシック・ワールドの1でもとりあえず恐竜の前足が小さいっていうのは絵にならねえなというふうにみんな思ってたんですね。なのでこの えー、イ,ンドラプインドラプトルっていうのは思い切って前足をでかくしてものがガッと掴めるようなあの怪獣にしてみたわけですね。でおまけに、えー、知能も高くてですね体も大きいというにより絵になる悪役ですね。やっぱあのベロキラプトルのねあの身長1 5メートルぐらいっていうのはあれはあれでその演出的には面白いんですけどもあんま絵にならないですね。だから、もうちょっと背がが、高い方が いいいというふうに思われてたんで、まあ、大きく完全にですねこの、えー、ストーリーがですねもともとのですね設定であった ジュラシックパーク4の設定ですね。えー、つまりこれあの前に話したですね。生物兵器としての恐竜、遺伝子操作して人間の役に立つ兵器として恐竜を使おうじゃないかってアイデアに戻ったんですけども、あのー、生物兵器のですね歴史自体実はこう長いは長いんですよね。例えば一番有名なのがですねあのー、ソ連の爆弾犬犬爆弾ですね。戦車犬とも呼ばれてるやつなんですけども。 これが一番の概念図ですね。犬にリモコン爆弾を取り付けてドイツ戦車のです、ね、下にです、ね、行かせるんですね。で、えー、これはあの犬はです、ね、戦車とか自動車の下に潜り込みたがるので、えー、潜り込んだところで,です、ね、この爆弾のハーネスを外してでリモコンで起爆するという方式をやろうとしたんですけどしかしこのまず爆弾を外す機構とですねリモコンの精度が低いリモコンの信頼度が低いんですね。なので 後に改造されて、この上のですね、アンテナみたいな棒、これが倒れたら即爆発っていう風になったんですよ。あの、だから、まあ、この場合はもう犬使い捨てになるわけですね。かわいそうに、これがこ実際の写真です。この,の、背中の上に立っている棒みたいなものが戦車の下に潜り込んで、倒れたらこのお腹のところの爆弾が爆発するようになってます。実際のこれ訓練風景ですね。これ、あの、当時のソ連なんですけども、ソ連。 戦車のです、ね、中に潜り込むように訓練されて潜り込んだらですね、家庭爆発するようになるんですけどもあのソ連政府の当時の公式発表によると戦車犬が破壊した戦車は300台に上ると大戦傾だとうう言っているんですね、特に1943年のグルスクの戦いではです、ねえー、戦車犬はです、ね、16師団に配備されて合計で12台の戦車を破壊というふうに。 公式記録になっています。しかし、あの投入されたですね。コストに比べて手間とかに比べてですね。じっとこの300台とかですね。あと、あの1つの戦争で12台っていうのは、えー、あまりいい数字じゃないんですよね。あのすぐにですね。この戦、車員の存在がバレてしまってですね。ドイツ軍はですね。戦車員が走ってきたらですね。あの銃で打ってまあ、撃っちゃったり、ライフルで狙撃したりあ、あるいはですね。餌を与えてしまうんですね。 でソ連ってその食糧市場もそんなに戦争中よくなかったので戦車のたちもですねなのであのこの犬たちっていうのはドイツ軍のところへバーッと最初走っていくんですけどドイツ人たちがソーセージとかをポン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 投げるとあっという間に懐いてしまうというですねあのそういう対処法をですねあのドイツ軍身につけてしまったんでですね。あとまあね あの燃料の臭い問題っていうのもあったと言います。っていうのはえっ、ー、とね。ソ連の戦車のガソリンとあのドイツの戦車のガソリンって違うんですよ。なので、あの見たわかる通りですね。ロシア戦車、ソ連戦車でずっと訓練してたわけですね。だから、あの潜り込むのはですね。この匂いのする戦車だっていう教育が犬の方にされたんですね。戦場で結構。この戦車犬は？ ドイツの戦車行けと言われたのにいつの間にか戻ってきてソ連の戦車の下に潜り込んで,で大爆発という事故が起こるんですね。これリモコンだったらそんなことはないんですけどもあの犬にこの棒さえ倒れたら爆発なんていう仕掛けにしたばっかりですね。逆にですね、ソ連の戦車がです、ね、何台も被害を受けたので、まあ、やめたそうですであのただねこれあの第次大戦中で、まあ、この えー、実戦配備は終わったんですけどもですね戦車員の訓練が <laughs> 終了したのが調べたら1996年だそうですね1996年ってついこの間まで、えー、ソ連のロシアはですねこの戦車員の訓練してたそうですよね <laughs> すごいよね。えーまあ、その他、ですねジュラシック・ワールド元ネタになった生物兵器ちょっと紹介しようと思うんですけども、えー、こいつですね。えー 軍用イルカですね、えーこの。この頭の部分に固定しているものは何かというと水中銃なんですよ。あの毒を仕込んだダートですね投げ矢みたいなものをですね敵国のダイバーに向かって発射してですね殺したり傷つけたりすることができるというですね軍用イルカですね。でイルカ自体はですね冷戦中にあのアメリカとかとソ連もですねあの お互いの国の潜水艦の探知のためにです、ね、訓練あの探知のために訓練してたんですけども、まあ、あの不審物とか不審者への警備としてです、ね、こういう、えー、武器をつけたイルカというのをです、ね、実際にです、ね、使っていたそうです。で、えーアメリカ軍、アメリカの海軍では現在もこういう海生哺乳類です、ね、を使ったです、ね、あの生物兵器というのをまだ使ってるんですよね。あのえーとね 2003年で同時多発テロの時にですね、えー、バーレーンにです、ね、アメリカが派兵した時にですねアシカの軍隊ですねアシカの部隊をですね、えー、バーレーンに派兵したことがよく知られてますねでイルカですね結構これもあのロシアも使っててですねで、えー、とあとウクライナもですねあの使ってるんですよね。 ウクライナ海軍がです、ね、あの使っていたイルカがです、ね、ロシアに捕獲されたんですよで。ロシア人たちが自分たちの軍に入れてです、ね、イルカを餌付、ね、けして訓練しようとしたらです、ね、イルカたちはその時に接収された訓練用の笛ですねそれまでウクライナ軍が使っていた笛をです、ね、使って使って あのイルカ訓練しようとしたんですけどもロシア人がこの笛を吹いてもです、ね、イルカたちは協力を拒み続けたという,です、ね、こう美談が伝わってますねウクライナではです、ね、愛国心あふれるイルカはロシ,アにロシア人に逆らって自殺を選んだというふうに報道されてるんですけどそうなんですよ。 餌食べななかったそうなんですね。ロシア人が与えた餌をです、ね、食べなくてです、ね、あの自ら餓子を選んだというふうに報道されてこれ結構あのウクライナでは愛国話として有名だそうなんですけどもです、ね、こういうです、ね、結構あのイルカというのは軍用に活用されています。で2005年にはです、ね、あのハリケーンカトリーナというのがアメリカを襲ったんですけどこの時にです、ね、カトリーナの影響であの水族館の水面がですね 膨らんでで海にですねこう水がバーッと流れ出ちゃったんですねでその時にですねあの、えー、ポンチャートレイン湖っていうですね湖があるんですけど、その中で訓練されていた軍用イルカがですね 逃亡したというかですね、まあまああの溢れた溢れてしまったので海に流されてしまったという事故があったんですけどもですね、で結局ですねあの海軍の助けを借りてイルカたちは見つかったんですけど、その見つかったイルカたちのですね写真の公開をアメリカ海軍拒否しているんですよね。でこの拒否しているのはなんでかというとこのなんだろうなあの悪い兵器をですね付けたままの状態で 逃げてしまったので、それで写真公開を拒否している。今実はどんな兵器をつけているのかってのは、公開されてないんですね。なのでそれじゃないのかというふうに言われているそうです。あのまあ、こういうですね生物兵器ネタっていうのがまあ、ネタというか生物兵器というのは本当にあの僕らが知らないところでは割と進行しているのでですね。えー 『ジュラシック・ワールド3』の話になっちゃうんですけどももうすぐ公開されるですね武器を使う恐竜出るんじゃないかなというふうに思うんですね。っていうのは『ジュラシック・ワールド1は』は、えー、完璧なはずのジュラシック・ワールドが崩壊したで『ジュラシック・ワールド2』は見た人知ってると思うんですけども。 えー、その元の島が火山活動で崩壊する恐竜たちを救えしかし助けられた恐竜たちは競売にかけられるそして一部の恐竜はさらに遺伝子操作されて、えー、軍の兵器として使われるってお話がプロットなんですよ。でスター・ウォーズと同じくですね123の順番でストーリー展開するので2のですね軍用にあの兵器として利用されるっていうのが3でも もっと出てくるはずなんです、ねなのでですね、そのまあらにあの恐竜たちは武器を使えるようになるか、まあ、あのゲッターロボでですね、えー、恐竜から進化した人類爬虫人類というのがですねゲッターロボっでてで、ね、<laughs> 石川県の漫画アニメで出てくるんですけどそういうふうなです、ね、話にまで持っていくんじゃないのかなとはなんかねあの割とね「ジュラシック・ワールド」3ってねストーリー秘密で 出てここないんでですす。よね。まあ、今のところですだから爬虫人類はともかく恐竜なんかここに何だろうなレーザーポインターつけてちょっとした武器持ったやつ出てくるんじゃないかなというふうに僕は思ってます。えー ただ、ジュラシック・ワールド2自体はあ,のあんまり成功したとは言わないですね、今あの,あのこうお話の開発解説で、ジュラシック・ワールド2自体の話はあんまりしなかった、でも生物兵器の話ばっかりでしたなんでかというとです、ね、わりと僕は失敗作だと思ってるからですよね、えー、製作費は220億円です、つまり、ジュラシック・ワールドの200億円に対してあの、1割増しなんですよ、制作費増えたんですよ、しかし、世界興行収入はです、ね、1700億円なんですね。あの 前作の20%ダウンなんですよね。だからお金は1割余計にかけたのに2割売上げ減っちゃったわけです。であの投資金額ですね「ジュラシック・ワールド」の1は投資金額の10倍のリターンがあったんですけど2は7.7倍っていうですね一応儲かったんですけども合格点程度なんですね。 で、監督のですね。あの ja パヨナっていう人なんですけど、これ1作でクビになって、えー、最近作でですね。コリントレボーがですね。スピルバーグ、直々の指名でまた監督をすることになったということになっております。お疲れ様でした。今日のですね。無料これここまでですね、えー。ありがとうございます。ジュラシックワールドの話だけですいません。終わってしまいました。で、こっから先の限定はまあ、あの？ えー、ドワンゴのニコニコ動画 YouTube のプレミアムメンバーの限定になるんですけども次回ですね7月17日は人生相談ですで採用者にはですねあのステッカー用意しました、えー、毎回毎,毎月毎月オリジナル作ってるステッカーですね ネットフリックスだったかな UNEXT だったかなどっちか忘れちゃったもうとにかくあの有料配信僕入りまくってるんで何で見たのか忘れちゃったんですけど「ピースメーカー」っていうですねあのジェームス・ガン監督があの、えー、監督とプロデューサーやってるシリーズがあるんですけどそれに今ハマってるんでピースメーカー風に作ったもう見てない人何のことかわかんないですねカリメロと言われてるんですけどいやこれはね「ピースメーカー」で後でググってください「UNEXT <laughs> ですか」かありがとうございます。 あのこれのです、ね。ステッカーをですね。差し上げます、えー、あの後ですね。人生相談なんですけど、まあ安倍元首相の。まあ、今回の事件に関してもたくさん質問来てるんで一応それにも答える予定であります、えー、質問や相談はですね。お便り投稿フォームからよろしくお願いします。あのお便りね。基本的にね。全部僕読んでいるんですけどもで、あの名前とかメアドとか住所の書いてない？お便りは？ あの配信で使わない場合もあるのでですねそこだけ注意してくださいあだから絶対使,う使ってほしいとかですねあのそういうふうな人はですね、えー、名前と目宿と住所は必ず書くようにしてくださいよろしくお願いします、えー、それでは限定に切り替えてください、はい、り切り替わりましたよいしょ,よいしょじゃあいきましょう ストレンジャーシーン